変わる総合型選抜。またまた新しい総合型選抜始まりまして、大阪の四天王寺大学、オープンキャンパス参加型です。まず、7月、8月にオープンキャンパスに参加します。まあ、これは高校生みんなやりますよね。四天王寺大学は、7月に2日間、8月に2日間で4日間オープンキャンパスをやる。まあ、これも普通です。で、オープンキャンパスに行くと模擬授業を受けますね。ということで、このセミナー受講ということで、オープンキャンパスに行って授業を受けます。そして、小レポートを作成します。まあ、せっかく大学の先生の授業を聞くんで、感想やレポートを書くのは大変良いんじゃないですかね。で、その後ですね、9月になったらエントリーをします。つまり、面接の申し込みをすると。オープンキャンパスでの授業は必ず受けて、レポート書いて、その後エントリーをする。これは、ネットで無料でやります。で、調査書は郵送します。その後、9月16日土曜日に、面接80点、書類20点、あと、まあ、調査書というのが、まあ、これが受験に当たりますね。なので、オープンキャンパスで授業を聞いて、面接やるだけと。そうすると、大体10日ほどで面接結果が通知されます。まあ、ここで落ちましたっていう人はよっぽどいないのかもしれません。ということで、9月の、まあ、例えば26日頃に、まあ、大学の合格が決まります。そうしたら、10月の上旬にインターネット出願をします。もう、面接結果は出てるんですから、大学はほぼほぼ受かったようなもん。ということで、この出願するときに初めて入学検定料が必要になります。つまり、ここまでは、まあ、面接や書類選考は、ただっていうことですね。無料でございます。なお、入学検定料を払って出願した以上は、出題内容の変更はできません。という総合型選抜を新たに始めましたと。で、これは今、関西で盛んに美術系大学で行われている、体験授業型の入試に習ったものなのかなって思うんですね。盛んなのは、例えばこれ、京都芸術大学なんですけど、体験授業型入試1期エントリー方式で、入学定員の実に50%、3コース併願できる。志望するコースの授業を一日中受講。そして、エントリーの締め切りが9月1日ということで、これもですね、もう受験する気だったら、夏休みのうちには、そのもう自分は絶対この大学行くぞって決めないといけないわけですね。で、エントリーした後、9月の8、9、10の金、土、日に、試験があります。試験といっても、その入学試験のペーパーテストじゃなくて、志望コースの授業を無料体験する。これ、朝9時半から夕方4時半までみっちりやるんですね。そして、併願科ですから、この試験日程の金土日、3日間全部受験してもいいわけですよ。違うコースを。まあ、だから芸術系、美術系大学ですから、例えば9月8は美術工芸学科、9はグラフィックデザイン学科、10は建築学科みたいな受験の仕方ができるわけですね。受験というか、朝から晩まで授業を受ける。まあ、この朝から晩まで授業を受けてて態度を見てもらえば、やる気あるかないかは先生は見抜けるでしょう。ということで、体験授業をこうやって受けるまでは併願ができます。そして、1週間後の9月15日に出願可否発表。まあ、これがいわばほぼ合格発表ですね。よほどできないと落とされるのかもしれませんけど、これで、あなたは出願できませんって言われるってことはあるんですかね？ちょっとわかりません。で、だからまあ、事実上これ合格発表だろう。そうしたら、10月上旬に出願手続きです。まあ、ここで初めて、お金が発生する。つまり、合格発表まではお金がかからないんですね。これ、一般入試だったら大変ですよね。よくあるこの法政大学14学部全部受けるみたいなね。そういうので、合格発表までお金払わなくていい。で、例えば合格発表になって、法政大学受かってるにもかかわらず、1円も払ってないということが、まあ、法政はありえないですけど、この京都芸術大学はそういう状況ですね。たくさん3回受けようがお金はかかりません。で、出願手続きを10月上旬にやると、初めて検定料3万5千円が発生しますが、これも前もってオープンキャンパスに出ておれば、2万円免除されて、たったの千、あ、1万5千円で済みます。で、11月1日合格発表ですが、まあ事実上9月15日の出願可否発表で合格は確定しているようなものですね。という状況で、11月1日に合格発表になったら、その後、直ちに学費を振り込んで、あと半年は特にですね、まあ、楽しい高校3年生を送ると。ということで、関西がそういう動きなんですが、首都圏はどうでしょう？桜美林大学が新しい総合型選抜を始めます。これは今の3年生も受験できます。なんと、総合型選抜なのに基礎学力方式です。で、一次審査は基礎力検査を町田キャンパスでやりまして、英、国、数から2科目。まあ、ほとんどの文系の人は、
英語、国語で受験するでしょうね。高校2年生までの勉強の内容です。マークシートで60分。さらに、二次審査は、オンラインの面接を10分か15分やります。で、従来型の総合型選抜も存続しますので、書類&面接、あるいは探究&面接というのは、当然、今までの総合型選抜もあり。なので、それプラス、その基礎学力で、主に英語国語のテストの点数で総合型選抜を受験したいという人も受験してよいということになりました。大きく2つの流れがございまして、まずはこの関西発の新型の総合型選抜。体験授業や面接までは受験料タダで出願の可否という形で合格発表が事実上される。で、合格発表後に出願すると受験料がかかる。これどうでしょう？全国に広がりそうな予感が僕はするんですよ。で、すでに今回、美術系大学でしか行われてないイメージだったのが、四天王寺が行うことによって、普通の文系大学もこれありだな、というのが動き始めたので、みんな真似し始めるんじゃないのかな。そして、数年後には東京でも起きるんじゃないのかな、という予感がします。一方、桜美林型っていうのは、総合型選抜で、事実上、英語と国語の学力重視の入試です。これはすでに、関西で近畿大や龍谷や京産で大変盛んな秋の公募制推薦入試とすごくよく似ています。なので、それこそ関西ですでに盛んなものを後から関東が導入するということが、まあ、桜美林が真っ先に飛びついたと。これは、やっぱり増えてくるんじゃないのかな。その、首都圏でも桜美林に追随して、秋に英語、国語の学力で取るっていう総合型選抜を行うという大学が追随してくるんじゃないのかな。この、四天王寺とか桜美林がやってるこの新しい入試の形態っていうのは、中学受験的な、その高校入試、大学入試みたいな、いわゆる受験学力。だから、3教科で、マーチ、カンカン同率、清々明学、ニットコマセンみたいな、上位高校の受験マーケットの人たちは、全く無視してると思うんですよ。うちら関係ないよね。なんですが、いわゆる下のマーケットは、こっちは主流になってくる予感が僕はします。しかも、その下のマーケットは徐々に上がってくる。すなわち、こういう入試を二等コマセンが10年、20年後やらないとは言えないぞと。わかんないぞ。正直私は、今のテストの点数で勉強のとこ解き方を教える塾産業っていうものは、少子化でかなり厳しくなるんじゃないかという予感がするんですね。まあ、私も生き残りをかけていろいろ働き方変えないといけません。ということで、桜美林が、関西の秋の公募制推薦に似た入試を始めた。これが首都圏で広がるんじゃないのかな。その次は、この今関西で起きている新型総合型選抜。体験授業や面接までは受験料ただ。っていうのが、数年後に東京で始まるかな。どうでしょう？っていう感じで、やっぱり、今はまだ3教科2教科の学力の試験でしっかり受験生取れてるとか、関西のような入試方式はやりませんという、学校も、この関西で起きてることが、やっぱり最先端の入試の動きなんで、すでに関西の動きを掴んでおく。先進的な事例を知っておくっていうのが、数年後に自分の大学が苦境に陥らないために必要な情報なんではないかというのが、まあ私の考えです。ということで、今日は、この新しい総合型選抜という話をしました。ほとんどの大学や受験生にとっては、まだ私たちには関係がないという世界かもしれません。でも、数年後は分かりません。何せ、大学の入学定員63万人なのに、赤ちゃんは77万人なんですが、50万人が共通テストを受けるわけがない。必ず、さらなる全入入試の時代がやってくる。その時に、あなたの大学が選ばれるために、やはり最先端の動きを知っておくということが重要かなと思います。